シノンがいます。誰かと話をしているみたいね。邪魔しちゃ悪いんじゃない？だけどあんまり楽しくなさそうです。気になるからこうですよ。効率のいいクエストを見つけたんだ。これから一緒に行かない？ごめん、ちょっと約束があるの。そうか、じゃあまた今度、浅田さんが都合がいい時に。お願いだからシノンと呼んで。リアルの名前を呼ぶのはマナー違反よ。ごめん、つい。でも僕はシノンに新川くんって呼ばれたら嬉しいけどな。個人情報を漏らすのはまずいよ。誰に聞かれるかわからないんだから。そうだね、そういう警戒心が強いところ、ここっぽくていいな。私はそんなんじゃない。相変わらず変な課題評価をするのね。偶然ね。シノン、この人たちは？最近できた友達よ。はじめまして、僕のアバター名はシュピーゲル。シノンとはリアルで長い付き合いの関係なんだ。まさか GGO で会うとは思わなかったわ。そんな話全く聞いてなかったもの。シノンをびっくりさせたくてね。それに僕は分かっていたから、いつかきっとシノンがここに来るって。むしろ意外だったのは銃のことだよ。 VR 空間なら平気なんてどういう理屈なんだろう。その話はやめて、人に聞かせる話ではないわ。ああごめんごめん。そうか、この人たちは知らないんだね、シノンの過去。じゃあ僕はこれで失礼するよ。またねシノン。ごめんね、話の邪魔をするつもりはなかったんだけど。いいの、むしろ助かったわ。シュピーゲルは一応友達なんだけど、ね、彼は長い付き合いとか言っていたけど、キリトたちとの方がずっと長いから誤解しないでね。そうなんだ、話の感じから私たちみたいな幼馴染かと思っちゃった。違うわ、あるゲームもう終わっているんだけど、そこでキリトやアスナ、リーファたちと出会ったの。彼、シュピーゲルと知り合ったのはそのゲームを終えた後だから。地元の図書館で顔見知りになって何度か話すようになったの。でもそれだけよ、リアルでたまにお茶するくらい。最近はこうやってゲームでもたまに話したりするけどね。彼は根は悪い人ではないと思う。だけどどこか変に思い込んでいるところがあるから気をつけて。実は GGO に来る前にやっていたオリジンでちょっとトラブルがあったの。その時は随分キリトたちに助けてもらったわ。今は彼も反省しているっていうから大丈夫だとは思うんだけどね。そうだ、私これからホームでアスナたちと待ち合わせなの。よかったら一緒に行きましょう。いいわね、途中で美味しいお菓子でも買っていこう。賛成、あったかいお茶でも飲みたいわ。こんにちはレイちゃん、それと幸運なニュービーさん。攻略の進み具合はどうかしら。まあまあってところなのです。マスターはまだニュービーなので。確かに特別早い進行って様子じゃなさそうね。攻略に求められるのは運より実力だもの。
あんまりのんびりしてると SBC フリューゲル解放のアップデートに乗り遅れちゃうわね。レイちゃんも早くすべてのパーツを集めて本来の機能を取り戻したいわよね。自分のマスターに早く攻略してほしいなんて言いづらいわよね。わかるわ。これだけだとただの意地悪になってしまうからアドバイスをあげるわ。アバシスのパーツは残影の荒野以外にもあるわ。あなたはまず各フィールドを解放する必要があるわね。フィールドの解放条件はフィールドボスを倒すこと。わかりやすくって簡単でしょ。でもフィールドボスの攻略が簡単ってわけではないわよ。さっきも言ったけど運だけで勝てる相手ではないの。フィールドボスを倒せて初めて脱ニュービーかしら。ひとまずは残影の荒野のフィールドボスを倒して次のフィールド砂に覆われた孤島の解放を目指すといいわ。それじゃあね、レイちゃん。あなたのマスターと仲良くね。マスター、フィールドボスを倒して、新しいフィールドを解放しましょう。確かにマスターはニュービーですが、マスターの実力なら大丈夫なのです。ファイト!おーですよ!疲れたね。
目的地に到着しました。せいせいほっせいせいせい見つけた。やせいせいほっ頑張ります。せいやった、トレジャーボックスよ。スライパーに注意して。弱ってるわよ、今がチャンス。いい感じだね。これから。弱ってるわよ、今がチャンス。すごいじゃない。クリア。それほどでもない。弱いね。すごいのです。これから、これから。最高です。いいじゃない。もう終わりだね。見つけた。やったね、もう終わりかい。ほっ、弱いね、もう終わりかい。決めた。最高です。アファシス任せて。最高です。もう終わりかい。エネミーだ。最高です。やったね、疲れたね。到着だね。よし、じゃあこのクエストに挑戦するか。今から？ちょっとに…じゃなくてキリト君、今日はもうログアウトした方がいいんじゃない？そろそろ夕飯の時間だよ。あっと、そうだった、今日は母さんも帰ってくるんだっけ。仲がいいなとは思ってたけど、やっぱりリーファとキリトさんって兄弟だったんだ。あ、言ってなかったんでしたっけ。あの、そうなんです、私が妹で。そうみたいだね。兄弟ってこんなに仲のいいもんなんだ。あれ、クレハは一人っ子なのか。あと、悪い、リアルの話を聞くのはマナー違反だよな。あ、ううん、大丈夫よ。私も今聞いちゃったし、みんなのことは信頼してるから。私にはお姉ちゃんがいるんだけど、これがすっごく優秀な完璧なお姉ちゃんなの。へえ、そうなんだ。そう、すっごいんだから。家族だけじゃなく、親戚も先生たちも褒めない人がいないくらい。まあ確かに今でも似てないけど、私だってそれなりに成績もいいんだからね。そりゃああれだけ優秀な人と比べたら霞んじゃうのが辛いところだけど。ああ、私は私なりに勉強も部活も頑張ってるんだけどな。頑張るたびに言われる言葉は、さすがはあのお姉さんの妹さんね、とかですか。よくわかったね、リーファー。あ、もしかして…ふふ、ぷっぷー、それはハズレです。私はさすがはあのお兄さんの妹さんね、なんて言われたことありませんよ。はいはい、出来の悪い兄で悪かったな。気持ちが全然こもってない。ほんと仲がいいんだね。ここでそれを言います。だってうちと全然違う感じなんだもん。
私の場合は結構気を使うんだ。お姉ちゃんに恥ずかしくない言動をしなきゃって。そうなのよ。これでもね、悩みの一つや二つはあるんだから。でもちょっと意外でした。え？あ、すみません、変な意味じゃないんです。ここでのクレハさんってすごく元気でのびのびとしているように見えるから。ああ、確かに我ながらそう思っちゃったかも。現実のしがらみから解き放たれるのもこの世界のいいところだからな。そうね。そういえばクレハさんはあなたとお話ししてる時が一番解き放たれてるって感じですよ。おお、それはそうかも。リアルではいろいろあるけど、こっちの世界では引っ越す前に戻って幼馴染にお世話を焼いてあげてるんだって考えれば、私が自分らしくいられる理由もよくわかる気がするわ。ありのままの自分でいさせてくれる幼馴染か。そういう存在っていいよな。ありがとう、キリトさん。リーファも気づかせてくれてありがとう。どういたしまして。バトル終了ね。クレハとマスター、お疲れ様なのです。二人の連携がすごかったのです。ありがとう。別に大したことじゃないわよ。いや、タイミングがまさにあうんの呼吸だったぜ。あれは相当息が合ってないとできない代物だ。そんな褒めすぎだってば。二人は確か現実世界でも昔馴染みなんだったよな。やっぱり長い間連れ添った仲間同士だからできるのかな。連れ添ってはいないから。確かに付き合いは古いけど、そんなのって関係あるのかしら。あると思うぜ。例えば俺がさっきの連携をしようとしても難しいと思う。キリトの反応速度でも？ああ、アスナやシノンたちとやろうと思ってもかなり厳しいだろうな。正直私にはピンとこないわね。クレハはマスターと仲がいいと言われて面白くないのですか？そういう意味じゃないわよ。でも。ああ、そういえば思い出した。あんたさっきのドロップアイテム確認した？ね、わあ、すごいのです。それは超レア装備なのです。プレイヤーの間でも全然手に入らないと話題騒然のやつなのです。おお、やったじゃないか。もう二人でラストアタック決めたのに、どうしてあんただけそんなのドロップしてんのよ。マスターが手に入れたレア装備ですが、いろいろなところで話題のようなのです。先日もマスターは MMO トゥデイでラッキープレイヤーとして取材をされてしまったのです。へえ、そうなのね。私別にいらないから羨ましくはないけどね。そうだったのですか。てっきりクレハも欲しがっているのかと思ってました。え？なんでこの前マスターが手に入れたばかりの時、クレハはずっとアイテムを見ていたので。そうだったかしら。ああ、みんなここにいたのか。キリトさん、クレハが欲しがってた例のレア装備、もうあの付近にはないみたいだ。リソースの関係かもしれないな。え？あれからクレハはすごく頑張ってドロップ狙ってただろ。
だからアスナたちにも頼んで情報集めもしてみたんだけどさ、悪い、なかなかいい話は聞けてないんだ。コレハ？ああ、もうキリトさん、なんでそれを言っちゃうの？え？なんか俺まずいこと言ったか？ごめんな、そういうことだったのか。いえ、よく考えればキリトさんはちっとも悪くないです。むしろ気にかけてもらったのにごめんなさい。いや、俺たちが勝手にやったことだし別に構わないさ。うるさいわね。あんたが自力で手に入れたんだから私もそうしてみせるわよ。クレハは水臭いのです。マスターが手伝うと言っているのですから一緒にやればいいのです。そういう問題じゃないの。私が自分でやらなきゃ。あんただけには手伝ってもらうわけにはいかないの。クレハ、なんか勢い余ってあんな風に言っちゃったけど感じ悪かったかも。悪かったよね。すっごく良くなかったよね。あクレハ、こんなところにいたのですね。レイちゃん、さっきはごめんね。なんか空気悪くしちゃって。いえ、マスターは気にしてませんでしたよ。クレハは昔から向上心が高いからって言ってました。なんかそう言われるとそれはそれで負けた気がするわね。それにマスターはクレハはとても優しいとも言ってました。え、何の話？昔マスターが喧嘩した時の話です。それは、ああ、懐かしいわね。小学生の時だっけ。あいつクラスのいじめっ子たちと派手に喧嘩したことがあったの。きっといじめられてた子をかばおうとしたんだと思う。でも喧嘩したことを先生に叱られた時もあいつ何も言い訳しなかった。罰として動物小屋の掃除をさせられても。そしてその掃除をクレハの手伝ったのですよね。マスターに何も聞かずに一緒に。そんなことはもう忘れたわ。そうなのですか？でもさっき懐かしいと言ったのはクレハなのです。掃除のことは忘れたって言ったの。でも仕方ないわね。あいつにも手伝わせてあげなくもないわ。私は優しいから。はい、ではすぐにマスターに伝えてくるのです。ちょっとレイちゃん、すぐじゃなくてもいいわよ。別に後からでも。いいえ、すぐがいいのです。きっとマスターは仲直りができたことを喜ぶはずなのです。そうかな、ならしょうがないわね。一緒に行きましょうか、レイちゃん。はい、なのです。ねえねえ、お兄ちゃん。ん？今日の晩ご飯何がいい？お兄ちゃんの好きなの作ってあげるよ。本当か？でも軽いものでいいよ。今晩クラインたちとクエストに付き合う約束しているんだ。もうゲームばっかりなんだから。リーファさん、君は今どこにいるのかな？へりくつ言わない。ご飯はちゃんと食べようよ。できるだけね。へいへい。メニューは任せるよ。すぐの料理は何でも美味しいからな。じゃあ買い出しに付き合ってね。冷蔵庫の中は空っぽなんだから。なんだ、そういう魂胆だったのか。
だってたまには買い物くらい一緒にしたっていいでしょ。わかったわかった、荷物持ちでも何でもいたしますよ。やったー、せっかくだからちょっと寄りたい店もあるんだけど。まあちょっとそれは置いといて、ところでクレハ、入り口に立ちっぱなしでどうしたんだ。あ、ごめん、その出直してこようか。クレハさん、え、いつからそこに。お兄ちゃん、キリト君も気づいてたら教えてよ。なんというかすごくいい雰囲気だったから邪魔しちゃ悪いかなって。私たちは兄弟だからね。それは聞いてるって、変な意味じゃなくて仲がいいなって思って。私にはお姉ちゃんがいるけど、リーファたちみたいな会話はあまりしたことないかも。え、そうなの。うん、あ、仲が悪いわけではないんだよ。むしろお姉ちゃんが万能すぎて全部完璧にやってくれるんだよね。ツッコミどころなんて全然ないくらい。へえ、全部完璧に。そのお姉さんはちょっと羨ましいかも。トレードは不可だからな。私はリーファたちみたいな兄弟ってすごく素敵だと思うよ。どっちがいいとかじゃなくてね。ありがとう、クレハさん。じゃあ買い物までに何かクエストにでも行こうか。